皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はラングリッツァー 1&2 のファミ通紹介をしていきたいと思います。歴代ラングリッツァーシリーズのキャラクターデザインを務めた漆原ともしさんが原案の新キャラクターが登場しました。華やかに蘇る後期の根強いファンを持つラングリッツァーシリーズの原点である第初期2作品をグラフィックからシステムに至るまでフルリメイクした本作は、遊びやすく改良して戦闘スキルの追加など、新たな面白さを盛り込まれています。まあとりあえず漆原ともしさん原案の新ヒロインが登場しました。まずはベティ。キャラクターボイスは東條久子さんです。ダルシス帝国所属の女性騎士で、名門の家柄であって貴族としての教育も受けています。決断力は優れていますが、行動力にがありすぎて無鉄砲に見えてしまう一面もあります。兄のことを尊敬していて、一部のルートでは兄の窮地を救ってほしいとレディンの元へやってくるそうです。そうですね。ではレディン、キャラクターボイスは大阪リオタさんです。クリス、キャラクターボイスはさくらあやねさんです。エルウィン、キャラクターボイスは坂井光大さんです。ラーム、キャラクターボイスは大坪由香さんです。ディアナ、キャラクターボイスは大西沙織さんです。ジェシカ、キャラクターボイスは北村恵美さんです。セリー、キャラクターボイスは小沢有紀さんです。ランス、キャラクターボイスは森島修太さんです。レオンですね、キャラクターボイスは岩瀬修平さん。ルシリス、キャラクターボイスは早見沙織さん。ラーナ、キャラクターボイスは大西沙織さんです。ディアナと同じ声なんですね、ラーナ。多分双子かなんかですかね。懐かしのクラシックモードが健在して、ゲーム内のキャラクターイラストや BGM をオリジナル版のラングリッツァーのものに変更できるそうです。ダウンロードコンテンツの追加機能によるな、よることですが、本作の初回生産分にはダウンロードコードが同梱されているそうです。かつてのラングリッツァーが現代によみがえります。なんかあれでもありましたね。なんかハートゴールドとソウルシポケットモンスター、ハートゴールドとソウルシルバーにもそういうのありましたね。まあオリジナル版1から5のキャラクターデザインを務める、漆原ともしさんの新ヒロインが、ベティですね。まあそうですね、ラングリッツァーに関してはちょっと詳しくはないのですけど、あれですね、1980年代から1990年代に高い人気を誇ったゲームブランドヤサイヤより発売されたシミュレーション RPG シリーズで、ユニット属性を取り入れた、戦術の高いゲームとして現在も多くのファンが支えていて、売り上げはシリーズ累計で、100万本を超えるそうです。発売日は2019年の2月7日となっております。そうですね、限定版の特典ボックスは漆原ともしさんの書き下ろしもあります。限定版および豪華限定版の特典ボックスは、漆原ともしさんによる書き下ろしで、確実に入手するためにもぜひショップで予約をしてほしいところです。まあそうですね、今後の続報にも期待したいところです。というわけで今回はこの辺で、ラングリッツァー 1&2 のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。